たたっ。おはようございます、ダイエット動画3日目です。今日は、昨日ねワンダーコアをやりましたけど、痛い、もう体中痛い。ランニングをしてるんで足も痛い、もう腕も痛い。なんで今日は腕立てです。地味っすよ。25回腕立てをするっていうだけの動画で、ちょっとなんか分かる人教えてくれ、効果的な腕立てのやり方を。俺はこれしか知らんから、とりあえずやります。はい、体が こういうことでしょ。いきます。いて、なんか25回以上やった気もするんだけど、いや痛い、しんどい。ちょっとこれを今25回やりましたけど、これあと3セットやって100回やるっていうのを今やっております。でね、やっぱ筋肉痛になるってことは効いてるっていうことだと思うんだ。でもおそらくこれも効かなくなってくるんだよね。ちょっともっとレパートリーを増やしたいと思ってる、思っています。はい、あとは体重を測定毎回しようかなって思ったんだけど、一日一日とっててもあんま変わんないから面白くないかなと思ってます。なので7日目ね、7日目にちょっと体重発表みたいな感じでやりたいと思います。はい、というわけで今日も簡単ですけどご視聴ありがとうございました。この後も腹筋、ワンダーコアね、ワンダーコアとランニングやります。はい、ではバイバイ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。